僕は今愛知県の名古屋市に来ています。今映っているのは JR の名古屋駅なんですけど、今回の本題は向かい側名鉄百貨店の地下にある名鉄名古屋駅です。名鉄改め正式名称名古屋鉄道は東海地方の愛知県岐阜県を基盤とする鉄道会社で、総路線距離は日本の私鉄第3位の 444.2km。 名鉄名古屋駅は四方八方に広がる名鉄路線網をまとめるまさに心臓のような役割を担っているわけですけれども、当駅最大の特徴としてカオスということが挙げられます。今回は実際に自分の目でそのカオスさを確かめた上で目的地に確実につける名鉄名古屋駅の攻略法をご紹介します。すでに改札外の発車案内表からカオスさがにじみ出ている気がしますが、一旦これには目をつぶって改札内に入りますと床に青と赤のラインが引かれています。少しネタバレになってしまうんですけど、当駅では基本的に1番線か4番線から乗車することになります。青い線は1番線へ向かう階段まで続いていて、逆に赤い線は4番線へ向かう階段まで続いておりまして、動線を両方面へ向かう人で分ける、そんな工夫がなされています。さあ、ということでホームにやってきました。ターミナル駅というとホームと線路がずらーっと並んでいる、こんな感じの駅を想像される方が多いと思いますが、名鉄名古屋駅はホームが3面、線路はわずか2本しかありません。これだけの設備で12路線をさばいているわけです。そりゃまあカオスにもなりますよね。一線あたりの発着本数は1日あたり450本でぶっちぎりの日本一位です。続いて見ていきたいのが時刻表です。これもまあめちゃくちゃカオスでして、今映っているのは上り列車のものなんですが、平日8時台なんかを見てみると豊橋方面行きだけでも2分4分11分と最短2分間隔1時間あたり16本発着しているわけですが、それに加えて中部国際空港行き方面の列車がプラス12本も同一ホームに発着しています。まあ運転間隔自体は2路線を合わせても約2分ということで、東京の通勤ラッシュとかと比べると大差ありませんが、本当のカオスポイントはここからです。時刻の下にある尾行の欄にはあえきこあえきいおくいおというようにまるで呪文のようなことが書かれています。名鉄には特別停車という種別こそは同じ特急や急行を名乗りながら、毎日一部列車限定で普段は通過する駅に停まるという名鉄沿線に住んでいない人からすれば意味のわからないイベントがありまして、カタカナはその特別停車を表しています。例えば23時19分発の特急稲行きはカタカナでうと書かれているので、通常特急が通過する宮井駅に停車するということになります。ひらがなが表しているのは種別変更です。種別変更というのは文字通りどこかの駅で種別が変わることなんですけど、これに関しては関東首都圏でも小田急などが行っているので、名鉄沿線にお住まいの方以外でも馴染みがある方がいらっしゃるかもしれません。次は59分発急行新宇都前行き4両で参ります。緑色1番から15番でお待ちください。佐藤垣の会西東南の地下名鉄名古屋駅は何度も言っているように発着本数がとんでもなく多い上、線路が上下線で1本ずつしかありませんので、先行列車の最後尾が見えなくなってからわずか20秒ほどで高速列車の先頭車両が見えるということが土日の日中時間帯でもザラにあります。映像左側を見てみると女性が電車へ向かって走っていますが、ホームの有効長は10両分にもかかわらず、やってくる列車は4両だったりするので乗車位置を確認しておくことが非常に大切です。でこの間にも後ろからはどんどん列車が迫ってきているので、できる限り早く出発させる必要があります。そのための工夫として乗車ホームと降車ホームが分かれており、停車するとまず右側の降車ホーム側のドアを開けてある程度人を逃がしてから左側の乗車ホーム側のドアを開けることで人の流れが一方通行になり、効率的な乗降を図っています。基本的には車掌さんが両方のドアの開閉を行いますが、朝ラッシュ時は降車に時間を要するため降車ホーム側のドアを車掌さんではなくホームにいる助役さんが閉めています。乗車ホーム側より一足早く降車ホーム側のドアを閉め、発車ベルが鳴り終わると乗車ホーム側のドアを閉めて出発します。一連の動作はまるでシャトルランをしているかのようです。
真ん中の2、3番線は基本的に高車専用のため、1、4番線とは比べ物にならないほど空いています。さっき基本高車専用と言ったのは、実はこのホーム、完全に降りる人しか使えないわけではなくて、特別車両利用者限定の乗車ホームにもなっているからです。そう、特別車両には内装の豪華さの他に、空いているホームから乗車できるという特典もあるんです。あとはですね、高車ホームには耐震のためか柱がたくさんあって、一般車は柱の目の前にドアが来てしまうことがありますが、特別車のドアは柱と被ることがありません。まあ、これに関しては偶然かもしれませんが。そして2、3番線の最大の特徴といえばこれ、なんとローラー滑り台があります。ここで皆さんに質問なんですが、この滑り台にはこれら3つのうち何が滑ると思いますか？答えは新聞です。名鉄名古屋駅は夕刊に限り新聞発送業務を行っていて、全国的にも珍しい新聞発送の本格的な設備を有しているんです。滑り落ちてきた新聞の上に貼ってある駅名が書かれた紙を確認し、カートで仕分けた後は対象の列車に積み込んで各方面へ運ばれていきます。4番線に入線してきたのは急行の高和行き。しかし、ホームの電光掲示板を見てみますと、知多半田から普通と書かれています。これが種別変更を行う証です。まあ、上位種別から下位種別に変更されるのはまだいいですけど、中には下位種別から上位種別に変更される場合もあるので、普通列車に乗ったからといって安心はできません。名鉄における種別変更の最多は3回で、普通伊那市発、新安城から急行、神宮前から準急、塚口から普通の弥富行きというとんでもない運用もあります。現地に行ってみるとわかると思うんですけど、ホーム上には休むことなく、次来る列車の種別、行き先、停車駅、特別停車、種別変更、切り離し、特別車の案内など、あらゆる放送が流れています。これらの放送はすべてホーム屋根上に設けられている部屋、通称 DJ ブース内で駅員さんの肉声によって行われています。かつて自動放送の導入が検討されたそうですが、あまりにも情報量が多すぎる上、遅延が生じた場合には別路線からの到着順と差し替えるなど、イレギュラーな事態も発生するため、放送機器のメーカー側から技術的に困難と言われてしまったのだとか。DJ ブースの周りには鏡があって、ブース内からホーム全体が見渡せるようになっているんですね。ただいま入線してきたのは普通列車の東岡崎行き。上位種別は4両と6両が基本で、6両にプラス2両増結して、時には関東首都圏顔負けの8両編成の電車なんかも入線してきますが、普通列車は基本的にわずか2両編成、長いホームに可愛らしくちょこんと止まります。名鉄における普通列車は上位種別を保管する役割で、乗客の入れ替わりが激しいため、この両数でも十分なのですが、愛知県1のターミナル駅にローカル線並みの2両編成がやってくるというのもかなりのカオスポイントではないでしょうか。余談なんですけど、当駅の発車ベルは故障を防ぐため上りホームが低音、下りホームが高音という風に2つのホームで音の高さが異なっています。最後に名鉄名古屋駅の攻略法と今後についてご紹介します。上下線ともに一つのホームにたくさんの方面へ向かう列車が発着するため、初見だとパニックになってしまいそうですが、法則を覚えれば意外と難しいことはありません。ホームに着いたらまずは電光掲示板で自分が乗りたい列車を決めましょう。この時行き先を囲っている枠の色をよく覚えておいてください。続いては内側のホームの上についているパネルに注目。岐阜方面に関しては青、黄、緑、水、紫の計5色のパネルがあるんですけど、この色が先ほどご覧いただいた電光掲示板の行き先を囲っている枠の色と連動しています。最後は床を見てパネルの色と同じラインのところに並べば、ぴったりのところにドアが来て目的の電車に乗車することができます。現在は日本一カオスとも呼ばれている名鉄名古屋駅ですが、2017年に名鉄は名古屋駅地区再開発事業として名鉄名古屋駅の拡張を含む再開発計画を発表しました。具体的には現在の駅敷地を大光通りをまたいで南側に拡張し、駅敷地面積を現在の約2倍にするというもので、それに伴い名鉄名古屋駅は4線化され、カオスさは今より随分とマシになるはずです。
分かりやすくなるのはいいことですが、なんだかカオスという最大の特徴がなくなってしまうのは少々寂しさもあります。とは言ってもしばらくはこの状態が続きますので、興味のある方はぜひ訪れてみてください。もしこの動画が少しでも面白い参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。